シンガポールスマッシュ2024より小さい3月7から17日。本戦スタートの10日、女子シングルス1回戦で平野美宇、23イコール木下グループ、同18位、が早田ひな、23イコール日本生命、世界ランク5位、おゲームカウント3対0のストレートで下して、2回戦に進出した。 日本チームとしてはパリ五輪に向けて少しでも代表選手の世界ランクを上げておきたいところだったが、64名で争われる女子シングルス1回戦で、パリ五輪シングルス代表に内定している早田ひなと平野美宇が対戦するという不運な組み合わせとなった。国際大会での両者の対戦は7勝7敗の5分。 先月行われた世界卓球女子団体決勝では共に中国から劇的な勝利を挙げた日本女子黄金世代の両輪が1回戦からハイレベルなラリーを繰り広げた。第1ゲームを先制したのは平野難しいハーフロングのボールをフォアドライブでうまく処理しラリーでは得意のバックハンドで強気に攻めてゲームを奪った。 第2ゲームはフォアで攻めた早田がリードする展開となったが、ナックル気味に返す平野のレシーブに対応できず、89と逆転を許したところで早田がタイムアウト。しかしロングサーブをしっかり狙い撃ち、ネットインのラッキーも味方につけた平野が13-11で連取する。平野が王手をかけた第3ゲームも、序盤で早田がリードするが平野がすぐさま逆転。 早田の街を外すストレートへのフォアドライブなどで中盤に5連続ポイント。早田もチキータレシーブなどで応戦するが平野の勢いを止めることができず、パリゴリン代表対決はストレートで平野が勝利を収めた。